はい、どうもこんにちは、シブキッチンです。今日はですね、白桃のコンポートを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料の紹介をしていきたいと思います。まずは今日は白桃2個ですねを使います。それとこちらグラニュー糖です。粉ゼラチン、板ゼラチンでももちろん大丈夫です。と白ワインとこちらポッカレモンですね。あと仕上げにこちらバニラアイス、ご用意できればこういったスペアミントですね、ミントを用意していただけたらいいかなと思います。以上を使って今日は白桃のコンポートを作っていきたいと思います。まずは桃を水洗いしていきたいと思います。泥がついてたりとかっていうことがあると思うので、軽く水洗いして汚れ落としてあげて、水洗いができたらキッチンペーパーなどでしっかりと水気は切ってあげます。しっかりと水気が切れたらコンポート用のシロップを作っていきたいと思います。はい、そしたら鍋に材料を入れて沸かしていきたいと思うんですけど、まずは水ですね、 130cc ですね。続いて白ワインも 130cc 入れていきます。それとそこに砂糖を 80g ですね。それとポッカレモン、レモン果汁を 6g、一度沸かしてしっかりと砂糖は溶かしていきたいと思います。沸いたら火を止めてボウルなどに移してこのまま冷ましていきたいと思います。はい、先ほど沸かしたシロップの粗熱が取れたら、こういったジップロックに桃を入れます。で、そこに先ほど沸かしたシロップですね、こちらを入れていきます。ここまでできたら大きめの鍋にお湯を沸かしていきたいと思います。はい、お湯が沸いたら火を一度止めて、ここにこの桃ですねを入れていきます。この時に水圧で真空状態になるので、なるべく上を開けといてほしいですよね。こういう感じですね。入れられたら沸くか沸かないかぐらいの加減で約20分から30分ほどこのまま置いておきたいと思います。火を止めて取り出していきます。この時に触って桃が柔らかくなっているかだけ確認してみてください。ちょっとこうぷよっとした感じになっていれば OK ですね。そしたら氷水に入れて急冷していきます。こういった感じでしっかりと冷やせたら中身を一度ボウルに上げていきます。そしたら軽く切り込みを入れていただいて、皮が剥けたらぐるっと一周切り込みを入れて種を取ります。はい、こんな感じで皮を剥けたら先ほど作ったシロップを少し入れてあげて、軽く浸かるようにして冷蔵庫で保管しておいてください。ここからはちょっとおまけで、時間に余裕がある方、やってみたい方だけで大丈夫なんですけど、天板にこういった感じでオーブンシートを敷いてあげて、その上にまず粉糖を振っていきたいと思います。このオーブンシートの上にまんべんなくですね、こういった感じで粉糖をしっかりと振ってあげて、そうしたらその上に先ほどのこの桃の皮を置いていきます。感じですね。そしたらさらにその上から粉糖をかけていきます。粉糖をたっぷりかけられたら、こちらを100度のオーブンでカリッカリになるまで乾燥させていきたいと思います。オーブンがしっかりと予熱できたら、先ほどの粉糖を振った皮ですね、こちらを乾燥させていきたいと思います。そしたら皮を乾燥させている間に、先ほどのこのシロップですね、シロップにゼラチンを入れてジュレにしていきたいと思います。このジュレはちょっと桃のカスのようなもの入ったりとかあるんで、これを茶こしでこしながら液体の量を測っていただいて、その総量に対して 1.2% のゼラチンで固めていきたいと思います。今回シロップが 261g あるので 1.2% ですね。 1.2% だと 3.1g のゼラチンを入れていきたいと思います。このシロップなんですけど、一度冷ましちゃってるので、このままゼラチン入れても溶けないので、一回沸かします。こういった感じで沸いたら、先ほどの液体に対しての 1.2% のゼラチンを入れていきたいと思います。
したらよく溶かしてあげて、あとは冷やして固めていくだけですね。溶け残りがないようにだけ気をつけてください。ただこの冷やすときに一回り大きいボウルに氷水を入れて当てながら冷やしてあげると早いですね。粗熱がだいたい取れたら、こういったタッパーなどに入れてあげて冷蔵庫で冷やし固めていきましょう。この時にボウルの底に水がついてたりするので、必ず拭き取ってから入れてあげてください。じゃないとこの中に水が入っちゃうかもしれないので、これで冷蔵庫で冷やし固めていきたいと思います。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。まずは真ん中にバニラアイスですね。そしたらそこに桃のコンポートをのせます。ジュレを周りに流してミントを飾ってあげて、上に桃の皮のチップですね、こちらを乗せてあげれば完成ですね。ではいただきます。まずこの桃の皮のチップですね。このカリカリがいい食感のアクセントになってて美味しいですね。ではいただきます。すっごく爽やか。このジュレも甘さがそんなにこうすごい甘いわけじゃないんで、すごい上品な感じですね。最後までこう飽きずに食べられますね。美味しい。皆さん簡単にこれ作れるんで、ぜひやってみてください。この夏は白桃コンポートをデザートにして食べていきましょう。食後のスイーツとして食べるのはどうでしょうか。ぜひ皆さん作ってみてください。本当に簡単で美味しいですから、ぜひ作ってください。